ニュージャズは1990年代後半に新たに作られた包括的な用語でジャズを元にしてファンク、ヒップホップ、ポストロック、エレクトロニカ、フリーインプロビゼーションのような他の音楽スタイルがブレンドされた音楽のことを指している。エレクトロニックジャズ、エレクトロジャズイージャズジャズトロニカ、ジャズハウスフュージョン、フューチャージャズと呼ばれることもある。エレクトロニカやジャズと同様に ニュージャズは緩やかに定義された音楽ジャンルである。そのジャンルの範囲は、生楽器の演奏とジャズハウスを組み合わせたようなものから、即興のジャズバンド演奏と、電子音楽を組み合わせたようなものまで及ぶ。ニュージャズは、一般的に、アシットジャズよりもエレクトロニカに対して、距離を置いた音楽であるとされ、それは、初期のファンク、ソウルや R&B に近いとされる。アルファベット順。また、 アルファベット表記のリンク先は一部を除いて、た言語版のページ。セルゲイ・チャーナブによる定義、ニュー、ジャズイズ、エースタイル・ザット・ブレンズ・ジャズ、ファンク、EDM& フリー・インプロビゼーション、サイト名のアルファベット表記順。ありがとうございます。